日本語で自己中心性とは主観的スキーマを客観的現実から導くことができないこと、また自分以外の視点を正確に想定、理解することができないことである。他方、英語でセルフィッシュネス、セルフィッシュネスに相当する意味で使われている普通の日本語表現の自己中心の方は他者への配慮を書くこと、自分の利益や関心事のことしか考えていないことである。 後者のセリフィッシュ熱装等の日本語を名詞的に短く言う場合は自己中心。形容詞的な表現としては自己中心的とも言う。最近の若者言葉では一般的に自己中と略され、流行語ではカタカナ表記される。年配の人々が昔からある日本語で言う場合は単にわがままということもある。なお、心理学用語ばかりにとらわれず、 日常用語のセルフィッシュネス、わがままに焦点を当てると、これは利己主義と関連があると考えられている。なお、利己主義という用語、概念の方は、心理学用語のエゴセントリズムとは焦点の当て方が異なっている。心理学用語の方は、自分と異なる視点や価値観があることを理解できずにいるという点に焦点を当てているが、 哲学用語の方の利己主義は心理学とは異なった次元に焦点を当てている。自己中心性とナルシシズムは類似しているが同じではない。自己中心者はナルシ,シストのように斧が注目の中心であると信じているが実際には他からの称賛による満足は得られていない。利己主義者もナルシ,シストも他者からの称賛により自我が大きく左右される人々であるが一方で 自己中心者では、そうあることも、そうでないこともある。自己中心性、エゴセントリズムエゴセントリズムという用語は、心理学用語であり、人に見られるある種の状態について説明するために、欧米の心理学者によって、造語、命名された概念である。自己中心性は、人の生涯全体にわたって見ることができる。幼児期、児童期、青年期、 そして成人期で確認される。児童の心の理論と自己同一性形成の発達を助けることで人の認知機能は発達させることができる。幼児期の心理特性は自分を基準にして世界を解釈することである。自分を客観視することや自分とは異なる価値観があることを理解するのは困難である。発達的認識論の中でジャンピアジェが唱えた。 二歳から五歳頃に減る世界の見方や認識の仕方。例えば隠れんぼで遊ぶとき、この時期の子供は自分の目をつむって隠れたことにすることがある。これは自分から自分が見えない、イコール他人からも自分が見えないと考え、まだ客観的な見方が不足していると推察できる。ピアジェはこの段階を全操作段階と呼んだ。この節では心理学からはしっかり離れ、 しっかり切り替えて、普通の日本語の自己中心と呼ばれている状態、つまり、英語では EN、セルフィッシュネスという語で表現されている状態について解説する。英語版で EN、セルフィッシュネスという記事が単独できちんと立てられているので、当説で解説する。セルフィッシュネスという概念は日本語では自己中やわがままであり、他の訳語は 実際のところないわけであり、Wikipedia 日本語版では、セルフィッシュネスを陶記事以外で解説することは考えづらいので、やはり陶記事で解説する。ありがとうございます。